メタウロはイタリアのマルケ州を流れる全長1 1 0トルの川である。マルケ州で最も長い川だとされていた。平均水量と流域面積は1位である。アルペデッラ、ルーナのモンテネローネとモンテカトリアとの間に源を発する。川の名前は2つの主な水源となっている支流であるメータ川とアウロ川のそれぞれの名前をつなげたものである。 上中流域は、サンタンジェロ・イン・バード、ウルバーニア、フェルミニアーノの各地を流れ、フォッソンブローネ付近では、自然の渓谷、ホッラディ・サン、ロレンツォなどを潤し、主な支流であるカンディリアーの川を左岸に受け止める。広い谷を流れながら、モンテ・マジオレ、あるメタウロに流れ着き、ここからヒラノとなる。ここにはファーノの町に向かう運河の水を供給するために、 人口の策が設けられている。町の人口が集中している地区の南東を経て、アドリア海に注ぐ。イルポンテスルメタウロは、アンセルモブッチの代表的な絵画で1949年から1950年に制作され、ベロゾッキコレクションの一部となっていたが、現在はフォルリの私立絵画館に保管されている。自然が豊かで、水質も良く。 水量も豊富なためメタウロ川はイタリアでもカヤックや急流下りのような水上スポーツに熱心な人々が集まっている。ありがとうございます。